テンニング包囲戦は大北方戦争中に2度起きた、シュレースビヒ公国のテンニング要塞の包囲。1度目は1700年に起き、デンマーク・ノルウェーは包囲を解かざるを得なかったが、ハンスウェーデン同盟による2度目の包囲は成功した。第1次テンニング包囲戦は大北方戦争の最初期の戦闘である。デンマーク・ノルウェー、ザクセン・ポーランド・リトアニアの同訓連合。 ロシアツァーリ国は各自で、スウェーデン帝国に侵攻することで合意し、スウェーデンに3正面作戦を強いることにした。合意に従い、デンマーク軍は、スウェーデンの同盟国で、家計的にもスウェーデンに近いシュレースビヒホルシュタインに、進軍、1700年3月に、天民軍包囲した。しかし、スウェーデンウォーカール12世は、エラン艦隊の援助を得て、奇襲を仕掛け、軍を引いて、 コッペンハーゲンの前に現れたことで、デンマーク王フレデリク四世は1700年8月17日にトラベンタール条約を締結、戦争から脱落した。デンマークは、スウェーデン軍が1709年のポルタバの戦いで、敗れてからようやく再参戦した。1713年初、スウェーデンとホルシュタインゴットルプ家の軍勢は、ロシア、ザクセン、ポーランドの連合軍によって、 テンニング近くの孤立地帯で包囲された。このスウェーデン軍は、ストラルスンドの孤立地帯から脱出したマグヌス、ステンボックの残部1万6000人であり、ステンボックは、ストラルスンドから脱出した後、ガーデブッシュの戦いで、デンマーク軍に勝利して、それをホルシュタインまで追撃した。デンマークの同盟国であるロシア、ザクセン、ポーランドは、 軍勢3万6000を派遣してステンボックを追った。1713年2月、幼いシュレースビヒホルシュタインゴットルプ公カールフリードリヒは中立を破ってステンボックを被テン天ング要塞へ援軍を派遣した。これは1700年の包囲の再現を期待してのことだったが、英蘭両国は動かず、9000人まで減ったステンボックの軍勢は補給が不足した。そして、 いよいよ食料も足りなくなり、病人が2800人まで増えると、ステンボックは1713年5月16日に降伏した。デンリング要塞のホルシュタイン中流軍1600人は包囲に耐え、1714年2月7日にようやく降伏した。デンマーク軍は1713年3月13日に発された王礼に従い、 ホルシュタインゴットルップの完全支配を目指し、1715年に最後まで抵抗したホルシュタイン軍を捕虜にしたことで成功した。テンニングが降伏した後、その防御工事と宮殿は破壊され、1735年まで再建されなかった。デオルク・ハインリヒ・ホンゲルツ・カールフリードリヒが、ステンボックの保護、及びその降伏の決定を下したことは、彼の宮廷にいる外交官の ゲオルク・ハインリッヒ・ホンゲルツ男爵によるところが大きかった。アレクサンドル・メーンシコフは本国のペオトル一世から最も多くの兵士を提供したので最も広大な領土を確保すべきとする命令を受けたが結局領土の分割は当分とされた。この命令の不服従によりメーンシコフはゲルツからの賄賂を受けているという噂が流れた。ありがとうございます。